はい、どうも。第2回ですね。67の第2回。ヨシエさんです。イエーイ。なんで人はイエーイっていうときこうピースサインしちゃうんですかね。まあ、カニさんみたいなもんですよね。え？カニさんみたいな。おお、わからない。エビちゃんは多分やらないよ。エビちゃん？一番してんじゃないですか。まあいい。あんなわけでオリンピックについて話をしてるんですけれども、はい、吉井さん的になんかこう期待する競技ってありますか。オリンピック、うん、東京オリンピック。なんだろうな。カーリング。ツーリング。カーリング。マリリン。マリリン。ああ、マリリンね。本橋選手でした。そうですね。あれはなかなかゲームとして面白いですよね。面白いですか。面白い。カーリングって言うとどうしてもあの映画を思い出す、加藤ローサのシムソンズ。そう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 。あの映画なかなか面白かったですよ。あのスイングガールズとかウォーターボーイズに近いノリの、うん、青春映画、青春映画ですね、うん、カーリングが期待と。カーリングは面白いですね、うん、はい。まあ翻ってですね、翻る必要もないんですけども、はい、こういう競技がオリンピックであったら面白いんじゃないかなみたいな、そういうの考えてみません？せっかくなんで。すごい風ですね。実際にない競技ってこと？うん、今はないんですけど、はい、あっても面白いんじゃないかなっていう。やっぱ冬ならではダメダメですね。そうですね、冬季ならではの。難しい。例えば、まあ、僕がふと思いついたのは、はい、国別対抗雪合戦。あ、要はあのルール的にドッジボールと変わらないんですけど、うん、こう足元にある雪をこう固めて雪玉にして投げ合って、うん、1人3回ぐらい当たったら終わりなんです。あ、なんかかすった時とかにさ、うん、それはアウトかセーフかどうか難しそう。それはもう審判がビデオ判定するんですよ。ビデオ判定する。だ審判5人ぐらい必要なんですけどね。審判が5人ぐらい必要、うん、あのしっかりそこにいる主審と副審と先審とビデオ判定2人ぐらいの感じで5人ぐらいですよ。面白いかもしれない。見てる方は結構面白いかもしれない。大の大人が何やってんだよ。真剣な顔して、そうね、うらー、うえー、日本やりましたみたいな感じでね。あとはあれじゃないですか、みんななんか、うん、国別で、はい、寒さに強いやつがなんか5人ぐらいチーム組んで、うん、あの裸になって、うん、あのどんだけ耐えられるか。少しずつあの温度が下がってくる。10度、5度、10度みたいな。いやそれ別に同じその国、違う国が一気に競わなくてもいいわけですよね。例えば、うん、その今回は日本対アメリカですとかじゃなくて、さあ日本選手団は何秒耐えれるかみたいな。でもやっぱり同時にやった方が面白いから、うん、例えばテレビ画面的に言うと4分割になってて、マリオカートみたいな。例えば、ね、右上はアメリカとか左上は日本とか、うんうん、で男4人ぐらいが、まあ、サウナみたいなところで裸になってて、うん、そこで寒くなってきて、うん、で4人ね、要するに16人映ってるわけですよ。そしたらもうやっぱ寒くて耐えられないってやつがこう1人ずつ出ていくわけですよ、うん、その様が面白い。我慢比べ大会ですね。そう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 、うん、我慢しすぎると凍傷とかなっちゃいますね。なっちゃいますね。下手すりゃ救急車ですよ本当に。限界に耐えられる大会、うんうんうん、寒さ我慢大会だと。そういう競技だとどこ強いんですかね。あそうね、どこかな、うん、そこなんかジャマイカチームとかあるボブスレーじゃない、クールランニングです、ね、すぐ出ちゃうのね。2度3度上がっただけでもすぐ出ちゃう。寒いよとか言って、なんで日本語なんだよ。やっぱり南国はそんな強くないですかね。あ、そうだね。それは面白い。やっぱロシアとか強いんですかね。ロシア強いかもしれないね。ロシアとお酒とかで持ち込んだりとかしてね、ボッカとかね。それはドーピングじゃないですか。完璧なドーピング。ダメ、ピーとか言ってイエローカードみたいな。次飲んだら退場だよみたいな。そう、カエル隠してるでしょとか。いろんなもの持ち込んじゃって。でもそれはちょっと面白いかもしれない。面白いかもしれない、うん、なるほど。では次回もですね、はい、そういうノリで考えていけたらいいなと思います。はい、はい、第2回終了です。